今日のモーニング親子丼です。うまいな。うん、鶏柔らかくてうまいっすね。はい、ということでね、今モーニング食べてたんですけど、これね、トゥモローさんいつも行く店じゃない方なんですけど、本店ですね、これ今ね、駅のねすぐそばなんですよ。時間的にこちらはね5時半からやってて、ね、朝ね、いつも行くとか6時半からなので、今日はこっちにしてみましたが、ただいま時間がですね、6時12分ちょうどいいかな。さあ今日はね錦糸町にこれから行きます。そして APS カップの公式記録会に、参加していきようと思っております。果たしてどんな一日になるんでしょうかね。楽しみです。なるほど、船橋記念ダート 1000m、 ダイオライト記念もありますね。柏記念と、あ、もう終わってんだよな、とっくに。そうだよな、全部終わってますね。これ6月21日京成杯グランドマイラーズ、いやー、まあ船橋競馬ね、まあ、6月までの予定が書いてあるんですね。さて、ここで錦糸町着きましたよ。さあこれからちょっくら会場なんですが、この駅から出て、はい、そこ丸いのビル、もうねそこなんですよ。迷いようがないでしょ、これ丸いのビル、これがそうですからね。毎回言いますけど、間違ってもこの左の建物とか言っちゃいけませんからね。この丸いのビルですからね、あのね、あれ多分ディープインパクトだろうな、あれ、あそこに建物は危険ですからね、行っちゃいけません。さあ、ということでね、着きましたね。ちょっと会場の中入ってみましょうか。いやーすごいですね。結局前日設営をしていたみたいで、もうほとんど出来上がっております。今現在何分だろうか、7時40分。お、一人有名な人がいますね。どうしたんですか、今日はどうしました。フロンティアさん、CQ ビスコープ入荷です、よろしくお願いします。なんだこれ、なんか来てるんだ。そうなんですよ。そうですか、今日はいけそうですか。いけます、いけそう。1000点超えしそうです。1000点超えしそうですか。なるほど、山中さんの分数枚当てて1079点でしたっけ。何でしたっけ。何ですかそれ。全然違うでしたっけ。ジャンプスって何でしたっけ。1920。ちょっと1000点じゃ足んないですね。ちょっと微妙な感じですね。そうですか、まあ、今日一時よろしくお願いします。はい、一巡ね出てますね。こんな感じです。私プレートからですね、プレートの最後取ります。こんな感じで一巡できておりますね。有権です。有権の時は、ね、このパーソナルデータと授与を持ってるんですね。有権で段速を測ってからサイズの、チェックということになります。はい、で初速段速が OK だったんで、チェックされてますね。薄いんですけど、あれ違うの、どこだ、段速、これが1番だ。そうですね、でこの後サイズのチェックになります。はい、終わったらね、受験終わったら試写できますね。試写はね、プレートのとことブリファイトの両方でやりますよ。ちょっとしてきます。
ございます、よろしくお願いします。ということでね、1人3発ぐらいなんですよ、ということであっという間に試合終わります。あとは3杯してるだけですね、始まるのを待つだけです。中間さん優勝です。中間さん優勝、クレーム52、シルエット36、合計で181の EX になります。さあ公式記録が終わりました。私はあまり良くなかったですが、協賛品をですね、ご紹介になんとか、まあでもね、プレートがね、プレートからスタートだったんですけど、プレートがね、全然ダメでしたね。プレートがね、6枚スタートでピンボケになってますけどね。でシルエットは36点だったんですよ。これはまあ良かったんですけど、でもフルズアイが最後93で153点かなっていう感じでした。まあちょっといまいちでしたけど、まあプレート以外はまあまあ打てたんでね、まあまあよしとしましょうね。今表彰式このまま続きます。はい、こんな感じでした。プレートがね、各段の最初が当たんないんですよね。サイティングなのかな。まあでシルエットはこんな感じでね、18、18、36、まあ全然上々ですよね。でブルザイもね、最初これでまあちょっと5点がねもったいなかったですけど、93で合計153と、ここですよね。まあとりあえず本大会までね、あと1ヶ月あるんで、なんとか頑張ってみたいと思います。だけど取っとこうかな。はい、はい、どうぞどうぞ。はい、まだなんですか。いや、なんか用的なもんないですか。もう一回言ってもらっていいですかね。あ、どうぞどうぞ。52本大会まであと1ヶ月、本当あと本当にもう一回言ってるよ、5点ぐらい上げましょうね。お疲れ様でした。